今アメリカ各地で明日の日本農業を担う若者たちが広大な大地を相手に情熱を燃やし続けています。世界のリーダーとして政治経済文化の中心をなす大国アメリカ、繁栄を築いてきたその過程に私たちは想像を絶する開拓が行われたことを知り、そこにパイオニア精神を見出すことができます。そしてこの精神こそ新しい時代の建設に必要な原点とも言えるのです。西海岸最大の都市サンフランシスコ、8時間足らずで気軽に訪れることのできるこの街に、今日もまた日本からの観光客が数多く訪れています。しかし昭和27年6月、46名の若者たちが戦後の復興期に14日間もの船旅を続け、ようやくこの地にたどり着きました。これが第1回生の農業実習生なのです。それでは農業実習生制度の歩みを振り返ってみましょう。世界の農民が誠実と愛情を基本として提携融和し、農業生産を増大しながら生活と文化を向上させる、これが最も世界の平和に寄与するとの考えから、昭和27年、今は亡き元農林大臣石黒忠厚先生、元インド大使那須浩先生の強い熱意により発足。この年全国46都道府県から知事により推薦厳選された46名が初めてアメリカに派遣されました。そして翌28年には早くも当時憧れの的となっていたヨーロッパへの実習生派遣が始まりました。デンマークへの派遣を手始めに、昭和31年にはブラジル、カナダ、スイス、西ドイツへと拡大。また開発途上国に対しコロンボプランが開始され、東西パキスタンに10名が派遣されました。さらに昭和38年にはオランダ、39年ニュージーランド、42年ブラジル、47年ハワイと年を追うごとに従って派遣先が拡大されていきました。一方、相互の理解を深めるべく、国際農友会は我が国への農業実習生の受け入れを開始。昭和53年に初めて西ドイツとオランダから5名の実習生を受け入れました。さらに54年にはスイス、デンマークから3名、55年カナダから2名と拡大していきました。また昭和58年より開始された ASEAN 諸国の農民育成事業も、タイをはじめとしてインドネシア、マレーシア、フィリピンなどに順次拡大され、世界各国より多くの研修生が日本を訪れるようになりました。そして昭和61年には女子の農業実習生派遣事業を開始、初めて14名の女性がスイスに派遣されました。このような歩みを経て、昭和27年以来、その後発足した姉妹事業も合わせ、アメリカにおよそ1万1000名、カナダ、ヨーロッパなどの派遣を加え、およそ1万2000名もの実習生が海を渡りました。また、受け入れも総数で約880名に及び、活発な事業展開が今に受け継がれています。昭和63年、国際農友会は農業研修生派兵協会とともに解散・統合、新たに国際農業者交流協会を創立し、派遣事業のより一層の円滑化を求め一本化されました。
アメリカの農業、これはまさに厳しい自然との戦いなのです。不毛の地、砂漠を豊かな緑に変えるアメリカの農業は、まず水を得るところから始まるのです。北部森林地帯の水をいかにして南部の砂漠地帯に導くか。カリフォルニアでは国を挙げての大型プロジェクトのもと、灌漑網が整備されたのです。それでは実習生たちが学んだ農場の灌漑システムを見てみましょう。カリフォルニアの内陸部バイセリア、厳しい暑さと砂漠地帯のこの地にウォーターブラザーズ果樹農場があります。厳しい自然環境に対応するためのイリゲーションには特に工夫がなされ、240エーカーの高地に貯水池を持ち、8台のポンプで高地全体に水が行き渡るよう配慮されています。この農場は創業が1930年、温州みかんの商品化を成功させたことでも有名です。厳しい環境のためイリゲーション費用は莫大なものとなっています。一方、同じ果樹農場でもこちらは緑豊かな自然に恵まれたオレゴン州、万年雪をいただくマウントフット、そして数多くの湖や森などに恵まれたコロンビア川沿いに開かれたフットリバー。見渡す限り緑に恵まれたこの地は雨量にも比較的恵まれ、気候も温暖なため、リンゴや梨、サクランボなどが盛んに栽培されています。アレンモアはリンゴ、洋梨などを主に作付けしている白人経営の果樹農場。渡辺ファーム、戦前に創業されたこの農場は26ヘクタールの高地に西洋梨を中心にリンゴ、サクランボなどを栽培しています。再びカリフォルニアに戻り、ロサンゼルスより南へ50マイルほど南下したトラボコキャニオンにあるティンワイナーセリー。福岡県出身の7回生安武隆さんが1966年に創業して26年、225エーカーの高地に花、観葉植物などの鉢物を栽培、年間に150万個もの鉢を出荷しています。ここのイリゲーションも種々工夫がなされていますが、1日の使用水量500万ガロン、1年間のイリゲーションの費用は25万ドルにも及んでいます。このようにカリフォルニアの恵まれた太陽の日差しをいかに生かし栽培を成功させるかで、不毛の砂漠を黄金の土地に変えることにもなるのです。ここでかつて学んだ実習生たちのアメリカでの歩みを見てみましょう。毎年3月、夢と希望を胸にサンフランシスコに第一歩を記した実習生は、まずオリエンテーションを受け、アメリカでの生活に欠かせない言葉や習慣などの講義が行われました。その後配属先へと向かいますが、農場への配属は実習生の希望に合った農場が選ばれ、それぞれ専門別に実習が行われました。
3ヶ月の実習によって農場での生活にも慣れた夏美は、全員がフレズノ大学に集合。1週間の学科研修が行われます。ここでは専門別に分かれて講義が行われ、農場の視察もふんだんに取り入れられています。また秋には雄大なヨセミテ国立公園で再び1週間の合宿が行われ、ここではアメリカの流通経済などを中心に講義が行われました。それでは実習生たちの作業を見ながら代表的な農場を訪ねてみましょう。サンフランシスコより内陸部へ約100マイル、リニアのビスタライブストック、以前はクローバーリーフ牧場と言われていました。ここは第2回生から30年にわたって実習生を受け入れている牧場。現在乳牛肉牛合わせて約5000頭を飼育し、1日1万ガロンの搾乳が行われています。3000エーカーの土地には飼料用トウモロコシ畑も作付けされ、実習生がイリゲーション作業を行っています。ここはビスタライブストックより60マイルほどサンフランシスコ寄りのオークレーエマーソン酪農場。1回生より実習生を受け入れ、また日本各地から多くの視察の方々が訪れています。私の名前はスタンレー・エマーソンです。この牧場を兄との50-50のパートナーで経営しています。私たちの両親が日本から最初の実習生を受け入れたのは1954年、私が大学1年生の時です。最初の実習生は北海道の小林時夫さんでした。彼はこの農場に住み働いた最初の外国人でもありました。当初一番困ったのは言葉でした。仕事の指示を理解してもらうのに苦労しましたが、私たち家族も彼もよく頑張りました。彼は大変真面目で一生懸命に酪農を学びました。その後は毎年2名の実習生を受け入れましたが、彼らが身につけた知識や技術を日本に持ち帰り、自分の経営や地域の農業発展のために役立てているのを知り、大変興味深いものがあります。国、人、政治は時とともに変わるので、この事業を継続させるのは大変難しいかもしれませんが、私は今後もこの事業が続くことを望んでいます。日本人実習生事業がうまくいっているのは、彼らがきちんとした家庭に育っていますので、私たちの指示に従い、より良い仕事をしてくれるので、受け入れ農場にとっては役に立つ存在であり、彼らにとっては仕事を通じて学んだ専門知識を持ち帰り、帰国後活用でき、双方にメリットがあるわけです。
And then they in turn receive all the knowledge that we have to give, and that they can take back to Japan with them. カリフォルニアの州都サクラメント、1848年近くのコロマから金が発見されたことからゴールドラッシュ期に起点として栄え、1854年州都となりました。サクラメントから約20マイルほど東にあるオキナーセリー、2カ所にある農場の総面積340エーカーにポインセチアなどの鉢物を栽培しています。ここも26年も前から実習生を受け入れており、メキシコ人労働者に混じって3名の実習生が作業に励んでいました。サンフランシスコなどの西海岸地区は年間を通して温暖な気候に恵まれ、野菜や花作りなどが活発に行われています。中でもサリナス地区は年間を通して20度から25度と一定した気温のため、野菜の栽培に適し、全米一の生産量を誇っています。また近くのモントレーやカーメルはリゾート地としても知られています。サンフランシスコの郊外ユニオンシティ、ユニオンシティグリーンハウスは1960年創設。4ヘクタールの施設を利用し、シクラメン、ポインセチアなどの鉢物を栽培しています。研修生が植え替え作業を行っていました。私はユニオンシティグリーンハウスのノーム林です。実習生のみんなには誠と呼ばれていました。私たちが実習生の受け入れを始めてからすでに30年から35年になっています。私が仕事を始めた21歳から22歳の頃は日本の実習生と一緒に仕事をしました。多くの実習生の人たちは帰国後成功しており、彼らのアメリカでの実習生活は厳しいものでしたが、有意義な生活を体験したと思います。最近の実習生たちは昔の人たちに比べるときつい労働に慣れるのが難しいようです。今後はもっと意欲的な青年たちが参加してくれることを望んでいます。最近では昔の実習生たちが奥さんや子どもたちを連れて私たちのところを訪ねてくれますので、私たちのところで勉強した人たちの2代目に会うことはとても嬉しいものです。すぐ近くには北山ブラザーズナーセリーがあります。1948年に開設され、北山兄弟の長男トム北山が17ヘクタールの温室にバラ、カーネーションなどを生産しています。
製の高げたを履いた研修生がバラの採取を行っています。またサンフランシスコの南ワトソンビルにはトム北山の弟ケイ北山が250エーカーの高地にバラ、カーネーション、ユリなどを栽培し、北山ブラザーズの中核ともいえる US フラワーを設立しました。デンバーにあるテッド北山農場での生産と合わせて3社の出荷を一手に行っており、その出荷量はアメリカ一を誇っています。ワトソンビルは菊作りも活発に行われています。福留長峰ナーセリー、長峰ナーセリーは菊、バラ、カーネーションを栽培。福留ナーセリーは主にカーネーションを栽培しています。この2つの農場は兄弟同士。あと聞くですね、あれもあんたがおる間にちょっと済ましといてもらったら助かるんですけどね。アットホームな中で研修生はのびのびと実習に励んでいます。新潟の実習生の斉藤君というのが、はあ、ちょうど私初めて実習生をスポンサーした年で、はい、この屋根に登ってずっと作ったんですよ、これ仕上げです。また近くにはアロマスナーセリーがあり、1967年に創設されました。ここでも菊が栽培されています。実習生がパッキング作業を行っていました。黄金のベルト地帯と呼ばれる西海岸地区で最も有名なのがサリナス地区。ここには日本のテレビでも紹介されたサリナスカーメルグリーンハウスがあります。大工場を思わせるハウス群。ここはカーネーションの品種改良により重点が置かれ、コンピューターを駆使したシステムにより次々と新しい品種が発表され、中でも桜は有名です。この農場は2回生の内田善一郎氏が始めたものです。
修生がカーネーションの採取を行っています。私もまあ実際ここで今25年間のビジネスの間で日本からの研修生も毎年なっております。日本から研修生としては日本、そしてブラジル、それからコリアン、それからチャイニーズ、こういう実習生の方がいらっしゃいます。私としては非常にこの日本人の実習生としての彼らが1年間の実習の間に自分の仕事に非常にもっとプライドを持ってほしい、そしてまた日本人でなかったら非常にこの人を使う、これはですね、日本人の素晴らしい僕は力だと思っています。その面でやっぱり日本人の人が経営者の立場で人を使う人になって何人使えるかということを教えていきたいと思っています。最後に私たちの先輩第1回生の小向井格雄氏の農場クオリティグロワーズを訪ねてみました。戦前に日系人が開いたといわれるフレズノ地区、一時は全米の 80% の野菜を栽培したとまで言われている場所ですが、戦後は大多数が白人経営の農場に変わったところです。1963年に移住し、140エーカーの高地に巨峰ブドウと梨の栽培を確立。ここで作られた巨峰は日本へも輸出されています。また土壌改良に使うためのおがくずを用いて、アメリカでは初めてエノキダケ、シメジなど日本キノコの栽培を成功。意欲的な経営手腕には白人農場主もたびたび相談に訪れ、日本からの視察の方々もたびたび訪れます。太平洋は今もう水たまりと同じじゃないですか。だからその世界的な視野で見ながら自分の農業をどうするかを決めていかなきゃならない、勉強していかなきゃならない。今の若い人はもっとそのオーストラリアに牧場を持ってね、それからキャナダに小麦の畑を持ってやるというぐらいの意欲、宇宙にまで行きなさいとは言わんけど、せめてそれぐらいの気持ちは欲しいと。昭和63年より国際農業者交流協会として新たな歩みを始めた農業研修生海外派遣事業は、先輩たちが培った草の根大使の志をしっかり引き継いできました。その間、アメリカ側の入り口もサンフランシスコから全米で最も調和の取れた町シアトルに変わり、私たちの後輩はここから配属先へと向かうのです。研修受けて帰ってきた青年たちが言いますのはね、とにかくその技術的にはですね、もう今日あんまり学ぶものはなかったと。しかしそのアメリカなりですね、欧州の農業をやってる人たちのですね、経営者意識って言いますか、そのマネージメントの心がけていることにはですね、非常に感銘を受けたと。これから日本農業にとってもそういうもの必要でしょうということとですね、やっぱり日本というものをですね、外に出て見ることができたことはですね、これ非常に良かったと。まあ、旅行で行くのと違ってですね、そこの国に住んで、で農家の人と一緒に働いて、それでその国を分かり、また同時に我が国を考えることができたのは非常に良かったと言ってますし、その点はこれから行く人たちも同じだと思います。昭和27年より続いた農業実習生海外派遣事業も大きく成長を遂げ、今は全世界へと広がり、アメリカをはじめとして1万3000名もの若者を送り出し、また草の根大使たちが毎年欧米へ140、50名派遣されています。そして海外から毎年100名以上の研修生を受け入れるまでに発展しました。石黒先生が提唱した世界の平和は、農業を通じての連帯にあるとの精神が
今ここに大きく花開き、日本農業の国際化時代の幕開けの立役者となる多くの草の根大使を育ててきたのです。